ここ4試合勝利のない8位 FC 東京、勝ち点3差の7位横浜 F マリノスを迎えての最終戦です。まずはホームでの最終戦を勝利で飾りたい FC 東京にチャンス。開始2分、右サイドでパスをつないで米本がシュート。右足ミドルがクロスバーを叩くと、代わって F マリノス11分、こぼれ球を拾った小林雄三から伊藤翔。さらに35分にも F マリノス、佐藤雄平のパスに走り込んだ斉藤学。しかしシュートは惜しくも枠の外。ピンチをしのいだ FC 東京は41分、エドゥのパスから梶山がシュート。ここは榎本哲也にセーブされますが、これで得たコーナーキックのチャンス。太田康介からのボールに高橋秀人、100試合出場を自ら祝うゴールで1対0。42分、高橋の今シーズン3ゴール目でホームの FC 東京がリードして折り返します。後半に入り F マリノスは54分、これで J1 通算300試合出場となる中村俊輔をピッチへ。すると FC 東京もその直後、3試合ぶりのゴールを狙う武藤義則を投入、突き放しにかかります。両チームの役者が揃う中、58分 FC 東京、森重のヘディングシュートがクロスバーを叩くと、その直後の F マリノス、兵藤がオーバーラップしてきた奈良輪を使って、最後は伊藤翔。伊藤翔の3試合連続となる今シーズン8ゴール目が決まって1対1。59分 F マリノスが追いつきます。一気に逆転を狙いたい F マリノスでしたが、77分栗原がこの日2枚目のイエローカードをもらい退場。これで数的優位に立った FC 東京は後半アディショナルタイム、途中出場羽生がシュートを放ちますが枠を捉えられず、試合は1対1の引き分け。 F マリノスはこれでリーグ最少の29失点でシーズンを終え、試合後は今シーズン限りでチームを去る樋口監督を胴上げ。